2時間3時間待つんです。どうも宮迫です。さあ今日はですね、山口県に来ております。以前ですね、山口県でキッチンカーのイベントをやりまして、牛宮城のキッチンカーの隣のキッチンカーさんがジビエのキッチンカーで、今鳥獣被害の大変さというのをその場で聞いて、一度見に来てくださいということで、山口県まで来ました。いろいろ話聞いてみたいと思います。どうぞ、財馬さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。キッチンカーの横でね、立ち話で聞いて、本当に大変だというのは聞いてるんですけども、ね、はい、実際どういう状況なんですか？そうですね、山口県は、本州最南端ですけど、はい、もう隣が海なので下関まで来るとですね、はい、鹿が今大繁殖してしまって、大繁殖してる。で、県内で1万頭以上毎年捕獲してるんですけども、はい、全く減らないんですよ。ただ殺すだけではいけないので、私たちがキッチンカーとかお店とかで、ジビエとして販売させてはもらってます。そうですよね、その、被害は受けてるけども、ただ殺してしまってね、そのままって言ったらなんか命がかわいそうすぎますから。そうですね、やっぱそうやって回していかないとダメですかね。そうですね、はい、でこの場所はどういう場所なんですか？法人で農家されてる方の柵なんですけども、はい、鹿が中にどんどん入ってくるところなんです。どう鹿はですね、超えるんですか？はい、この絵でもちょっと低いぐらいで2メートルでもその場飛びで飛び越えれる。こんだけ守っててもやっぱ被害が止まらない。そうですね、だからもう絶対数を減らさないと、はい、でも減らしたものは食べるっていう形で、はいはい、ただ問題は僕たちが食べてるものっていう野菜が、はい、実はそういった鹿とかイノシシにかなり被害を受けてて、はい、でこのままだと食べるものがなくなるんじゃないかなというようなのがあるので、こういった対策を食べる方から僕たちはやってる活動をやってます。ちょっと実際 どういう状況なのかちょっと、ね、見させてもらいましょうか。はい、はい、これ全部鹿が食べてるんです。あ、だから収穫ができない。全部ですねかじられてるんですよ。いや今ちょっとびっくりですね、これ全部いかれてますね。やっぱ鹿が食べたやつはもう収穫しないですね。もう鹿が食べたやつも含めて全部一切もう見渡す限りいかれてるぐらいです。まあでもこんだけ柵をねしてても入ってきますもんね。そうです、飛び越えるんですよ。こういう平たで平らなところでもですね、足場が良かったら飛ぶんです。だからここは山が周りありますから、はい、柵が下にあるんです、山の斜面にある。なるほど、そこから飛んで入ったり上から飛んで入ってくるんですね。被害金額ってどんぐらいですか？まあ1割なべて1割からちょっと2割近くになるでしょうね。1割2割がいや、だからこそも鹿の数を減らさないとどうしようもないですよ ね。物理的に入れないようにしようと思ってもやっぱり飛んで入ったり災害があったら、そのネットをですね、土砂が倒してしまってそこからもうフリーに入ってしまう。その土砂っていうのも実は鹿のせいなんです。木の皮を食べる鹿が、はいはいはい、で山が倒れてすると山から根っこがなくなるんですよ。木がなくなると。なるほど。そしたら砂山みたいになってちょっとした大雨で土砂災害が起きちゃって、それで柵が壊れてさらに鹿が入ってきてしまうということですね。はい、鹿の駆除とかその動物の駆除に関してやっぱり批判する人も いると思うんですけど、実際こんだけの被害がありますから、やっぱりそこはもう駆除せざるを得ない状態ですもんね。そうですね、物理的に防ごうと思っても頭数減らさんことにはどっからでも道からでもどっからでも川なり水路なり通ってきますので、もう減すのが一番です。取ってもらうのはありがたいことです。はい、頑張ります。はい、さあというわけで、セブンイレブンですよね。そうですね、はい、なぜセブンイレブンに？夜になると鹿が出没する、はい、もうこんなとこに来るんですか？そのことをちょっとね、はい、お話を いいですか、すいませんこんにちは。こんにちは。いらっしゃいました。お子ちゃま連れで。孫でございます。孫でございます。真ん中日本お孫さん連れて。はい。ここのセブンイレブン経営してるんですけど。あ、もうオーナーさんなんですね。はい。今お伺いしたら、その夜になると鹿が現れるということなんですけど。そうですね。この敷地内もたまにウロウロしたりとか。この近辺、鹿がこう、すごく出没しますんで。はい。たまに鹿にぶつけられて、廃車にされたとかいう、変わったお客様も。
交通事故が起こってるんですね。お聞きします。結構頻繁にあるんですか？そうですね、冬間なんかは特に多いですね。はあ。僕たちが思うにはこの辺って真っ暗じゃないですか、うん、ここしか光がないんですよ。で、鹿って光に集まる習性がちょっとあって、はい、さっきオーナーさんも言ってたみたいに、あの車に飛び出すっていう言い方、動物がいて跳ねたじゃないんですよ、はい、走ってたら飛び出してくるんです、わざわざヘッドライトによって。そうなんだ。びっくりして逃げるで、はい、山の方に引き返してくれたらいいんですけど、まっすぐ出るんですよ。はあ。ですからもう車が気がついた時にはもう当たってるという状態で、ノーブレーキですよね。だから結局ブレーキ踏む前にぶつかっちゃうんで、うわ、大事故にもなりますもんね。ジベーダの団長さんとチームの皆さんがよくこの近辺来ていただけるんですけど、はい、私もとしてはあのぜひ駐車場を使ってもらって、皆さんで集合してもらって、あの住民の安全のためにご活躍いただくようにいつもお願いしてる。いつも本当お世話になってます。ありがとうございます。いや今日も差し入れもいただきました。ありがとうございます。いただきます。孫が大ファンなんです。宮迫さんって言っても宮迫さん頑張ってて昨日練習しようって、マリちゃん、あの おじいちゃん、はい、大ファンのリアクションじゃないですか。あの動画の宮迫さんとここの宮迫さんが、はい、おそらく一致しないんだと思う。一致しないんです、ね、なるほど。宮迫さん抱っこしてもらってみる？ダメ。抱っこする？抱っこ？恥ずかしい。恥ずかしい。違う。そんな話ではないんです。すいません。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。実際どんな被害が起きてるかっていうと、これ見てもらったら分かるように、これ鹿が角を研いだりとか、すごいことになってるな。食べてるんですよ。これも実はこの皮が一周剥がれたらどうなるかっていうと、うん、枯れちゃうんですよ。これだから木が倒れちゃうって。そうです。あ、もういっぱい倒れてますよね。ほんまですね。すごいな。これなんて木じゃないですか。見てください、枯れてるんですよ。そしたらもうこれって倒れる。腐ってる。簡単にもうダメなんですよ、木が。なるほど。でこれが川に流れ込むんですね、結局。そしたら海もダメになるんです。そしたら日本海近郊の魚がいなくなるって今言われてます。だから山が悪くなる、どんどん山が悪くなると海もダメなんですね。だからその農家さんとかそういうところの被害だけじゃなくなってしまうってことですもんね。そうですね。でそういう意味でも駆除をせざるを得ない状況になってるということですもんね。そうですね。さあ、というわけで今からは、はい、実際にですね、はい、狩猟の現場の一つである罠猟の罠を作っていただこうかなと。なるほど。でちょっと企画なんですけど、はい、罠のオーナーになっていただきたくて。罠のオーナー。はい、はい、宮迫トラップ、サコトラップっていうネーミングで、はい、で、宮迫さんが作った罠で、はい、実際に鹿が取れるかどうか。なるほど。でもね、ちょっとねやってみたいなと。はい。その前にまず罠ってどういうものなのっていうことで、はい、出来上がってる既製品がありますので、はい、それを実際に発動させてみて、はい、ツッツンがこう実際に鹿となり、こう鹿の代わりにこう手を振ってとか、あるかの踏んで、はい、どういうふうにかかるかっていうのを見るってどうですか？そうですね。じゃあツッツン。いえいえ、別のものでいいじゃん。別に人の腕でやる必要ないじゃないですか。別になんか映画とかなんかあるでしょ。いやいや、でもマジで。ちょっと二人の視線怖いっすよ。なんなんすか、怖っ。でもそう、見たことないから。まあちなみに痛くないです。え、痛くないです。別に痛くない。はい。じゃあ別にこうくくられてもこれ以上いかないようになってるんですね。ああ。これ締め付け防止金具って言って法律上でも決まってるんですけど、逆にこれがなかったら無限に締まるんですね。なるほどってなるとちぎれちゃってる。でやっぱすごく逃げちゃったりとかして怪我させて逃がすのって良くないので。そうですね。でそれをまあ緩和させるためにわざとこういうのつけてます。なるほど。はい。じゃあツッツンがするときは腕の腕が細いのでこれぐらいだったら大丈夫かなって思うんですけど。めちゃくちゃボケてますよ、さっき。ジャイアンさん、いや、もうそんなんいらないですよ。さっさと作らせてください。ちょっとスパス感あるんです、ジャイアンさん。はい、よし、せーの。お前触るですよ。おそんな一瞬でバチになるんや。そう、痛みはそんなないっす。そうですね、痛くはないですね。ちょっと次頭でいっと。いいな、でもいい。取れたでしょ今。はい、いいでしょ。この辺にギュッてこう
鼻がブドンになるぐらいの寄り欲しくない50分でしょ、はい、すごいこれでもう、ああもうなるほどね、これで切れないので鹿の足のサイズに合わせて合わせてやると、はい、この調整がうまくいかないと抜けちゃうところですよね。そうですね。ああなるほどなるほど、はい、そうですね、はい、で押し込みましょう、はい、でゆっくり戻してもらってすると、あ、閉まった、これでも抜けないです。これをここの横にももう一個やりましょう。いきます、はい、いいよ、いやーしゃー、はい、すごい宮迫トラップ完成しました。はい、はい、完成、これ5つほど作りましたので、これを仕掛けにいきましょう。そうですね、あの、用意してくれました。別にこれをお願いしたわけなんですけど、あの、はずいです。本当ですか？何人たりとも立ち入るな的な、まあ、あの目印でこれを、はい、これで逃げていかないですか、鹿、大丈夫ですか？いや、多分夜つくんじゃないですかね、夜つくかな、はい、ちょっとあの仕掛けに行きたいと思います、はい、行きましょう、はい、罠をかけるときは例えばこの何もないところでかけるよりも幅が決まるところでかける方がとても良くて、はい、なぜかというとさっきの踏み板とこれぐらいの大きさしかないんですね、はい、でこの山の中でこの踏み板を踏ます確率だけなんです。そうか、なのでとってもすごい確率です。なかなか捕まるもんじゃないってことですね。そうですね、はいはいはい、ちょうどこの木があってこの木があるので絶対にここしか通らないんです、はいはいはい、でここ通って下降りてピョーンっていってあっち側行ってて、っていう道がずっとつながってるんです、はいはい、なのでじゃあこれが1本目、はい、一応僕のアドバイスでここだっていうことで今、はい、からかけて残りの4本はもう完全に、そうですね、宮迫さんの勘で、わかりました、はい、よいしょ、よいしょ、はい、ドロで埋めて隠しちゃいます。でこの光ったりとかするのがやっぱり警戒されるので、まあ、しっかりこうやって、はい、じゃあこれが一つ私がアドバイスしたのであと4つほど、4つほど、あの、これはもう宮迫さんが分かりました、しっかりかけていきましょう、はい、はい、で明日かかってるかかかってるかどうか、はい、はい、それはもう分かりませんもんね。そうですね、複雑やな、自分の仕掛けた罠にね。でももうそれはもう駆除せざるを得ないですから、まあはい、そうですね、やっていきましょう、やっていきましょう、はい、あ、一回これ作動するかどうかちょっと時間の代わりに走ってきてくれタタタタタっていい、ね、火もくっくれてしまいますから、あと4箇所、はい、やりましょう、はい、さあ財務さん、はい、今からは、はい、実際に山に行って鹿の駆除猟銃を使ってやろうと思います。バーンと、はい、はい、うちがやってるですね狩猟学校のメンバーですね、はい、あの新人の子たちに今猟銃の使い方とか猟の仕方とかを教えます、はい、で今日やる猟は巻狩りといいまして、犬で追い合った鹿をみんなが逃げてくるやつですね。はい、なるほど、はい、それをちょっと実際にどんな様子かを体験してもらおうと思います、はい、ちょっとあの危ないのとこういう目立つ帽子とかね、そうですね、かぶりながら、はい、これマジなのでちょっとあの僕も初体験ですけども、はい、行きましょうか、はい、ちょっとあのほんまにしゃべったりとかしゃがんから基本的に、そうですね、行きましょう、白かったので、あ、見えたんですね、はい、見えました、3頭、あ、で今その叫んだのは、はい、あっちに追い払うってことですか。そうです、こっちに逃げようとしたらもう誰も仕掛けがいないんですよ、はいはい、なのであのあっちに追いやって、あ、なるほど、大声出したって感じでした。かしこまりました。あの宮迫さんがいるのがちょうどあっちなんで、あっち側、はい、はい、ちょうどあっち側に行った感じです。で2時間3時間待つんです。なるほど、
最大ですね。早かったら30分ぐらいです。今犬がいるのが三角点って言って一番高いところにいるんですけど、この反対側に宮迫さんが待ってます、はい、でもしかしたら犬がそのまま出たら宮迫さんの目の前に出るはずです。違う仲間がいるって危ないんだ。で上は打ち上げって言ってバックストップがないんで入れてるんですよ。さあというわけで、はい、結局2時間近くいましたけども、はい、いたんですけどね、目の前通ったんですけど、ね、ちょっと角度がね、はい、ちょっと矢先が悪かったんですね。ちょっとあのもしかするとあのメンバーに万が一のことがあるので惜しかったですけども、ただあの他のチームはちょっとあのそうですね、この裏側で裏側で駆除できてたみたいなので、はい、あのまあまああの大変ですね。そうなんですよ、緊張感すごい、ね、緊張感すごいし、いや膝がやばいっす、動けないんでね、すんごい、いやちょっと映像で分かりにくいけどすんごい斜面、いやいやいや、これだからこの今の季節やからまだいいですけど、夏場とかそうですね、暑いなんてもんじゃないですよね。これに虫がいて、はい、マムシがいて、スズメバチがいてとかってなっちゃうんで、もう大変な大変な駆除作業でも大変ですね。はい、まああの一応あの罠を5箇所作ったやつ、どうなってるのか、そうですね、確認しに行きましょう。はいはい。そのかかってた場合、はい、その場所で要はその止めるっていう、ね、止めるっていうことをするんですか、はい、そうですね、命を止めてあげるっていう、今回はその銃で止める方ですか、ね、そうですね、何がかかってるかにもよりますけど、はい、まあ、鹿かイノシシか、はい、そうですよね、あと大きさですね、はいはいはい、でまあ、ここはもうブドウ園ワイナリーなので、はい、ワインのブドウを作ってるんですけど、それも食べに来てるんで、もう道がねあちこち、そうですね、これもそうです、ああ通った後ですか、はい、こういうところから降りてきて、そうですね、なるほど、はい、でここえここや、あん角鋭いっすね、あれオスですね、角があるので、いやかかっといてほしいとは思ったけど、そうですね、なんか言いたことあのそうですね、なんか複雑な気持ちにはなってしまいますね。うーん、甚大な被害が出てるからしなくてはならないことなんですけど、なかなかすごいですね。やっぱ一番楽な方法でもありますんで、銃で、はいはい、止めたいと思います。お願いします、はい、ナイフを、
なかなかちょっと言葉が出ないですね。仕方がないこととはいえ、その命を止めるということのなんか重みをすごく感じますね。まあ、今ちょっと血抜きを、はいはい、してまして、で今から本当はまあ処理施設に、ね、はい、持ち込んで、食用として全国に流通させるんですけど、今日はせっかくなんで実際に、ね、解体とかも少し見てもらいながら、はい、まあ、食べてもらえたらいいかなと思っております、はい、私たちがせめてできる供養って食べてもらうことだけなの で、 そうです、ね、しっかり食べてもらうことを、ただ捕獲数が、うん、その例えば山口県でも年間1万頭ぐらい取ってるので、はい、それを自分たちが自家消費で食べれるかっていうと全部食べれないので、そうですよね、まあ、もう僕は今焼き目さんもやってますし、一応こういう媒体もありますので、そういうところで伝えていって命をちゃんと流通させてね、やりましょう。結局それをしないと山の中のさらに食物連鎖が崩れて、まあ、例えば昨今あったクマが増えた、はい、これもやっぱり山に廃棄してしまったりとか、まあ、一応埋設埋めたりしてもいいんですけど、うん、ただそれを掘り起こして食べたりとかする小型の肉食動物、キツネとかタヌキとか、はい、ああいったものもたくさん増えて、でそれが今度病気を人間にもたらしたりっていうこともありますので、その山の食物連鎖が崩れてしまうことにもなるんですね。そうですね。で元々は日本狼っていう狼が日本にいましたし、うん、その狼が調整してくれてたんですけど、それを人間が絶滅させてしまったので、うん、それになり変わる立場としてもしっかり食べる、ね、ということが大事かなと思います。いや山のためもそうですし、そうですね、ね、災害の被害を受けてる方もそうだし、うん、そうですね、ちゃんとこの重みを感じながらちゃんといただきましょう、命を。そうですね、はい、じゃあ今から解体をしますけども、はい、ちょっとうちがもう講師をしているレベルの女性スタッフがいますので、はい、に、実際ちょっと解体はこんな感じだっていうのをちょっと見てもらいましょう、はい、どうぞ。今回はですね、その宮迫さんも立ち会っていただいたということで、はい、しっかり山の神様にご挨拶をして、はいはい、帰ろうかなと思います。はい、はい、こちらはそうですね、これは私たちが今よく漁させてもらってる地域の、はい、まあ、氏神様、山の神様ですね。すごいっすね。すごい歴史のある。そうなんですよ。はあ。集落の人たちだけでずっと維持されてて、ここ住んでるの多分20人ぐらいしか住んでらっしゃらないんですね。よいしょ。行く、冒険しましょう。はい。はい、漁が終わったらみんなでここに来てですね、はい、でご挨拶させてもらって、でその後にここの地域の方皆さんにお祭りを私たちが、あ、お祭り、なるほど、はい、キッチンカーを持ってきてですね、ええ、で、まあ、本当はご接待される側なのかもしれないんですけど、まあ、私たちがやっぱりそのここの土地の方のおかげでたくさん多くのことが学べてるので、うん、お祭りをこちら側が主催させていただいて、なるほど、皆さん呼んで振る舞いをさせていただいてっていうのを毎年やってますね。なるほどね、はい、大事ですね、そういうのは。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。さあ、というわけで財馬さんのお店で止めた命をいただこうと思います。財馬さん、お願いします。はい、いらっしゃいませ。あ、急にシェフですね。ありがとうございます。このお店のコンセプトはどういうお店なんですか？そうですね、ビストロと言いまして、ちょっとフランス料理でも、はい、まあ、フルコースだけではなくて、まあ、単品で食べれるようなお店なんですけど、地元ではジビエのお店っていうふうに今は言われてますけど、はい、今ご予約のみでさせていただいてます。はい、失礼いたします。はい、うわ、おしゃれな料理。こちら鹿のロワイヤルと言いまして、鹿のロワイヤ、はい、まあ、茶碗蒸しのようなものでして、下が卵料理になってます、はい、上のゼリーもこれは鹿のコンソメのゼリーになってます。でその上にズワイガニのほぐしと、山口県で作られているキャビアがございまして、はい、はい、おいしい。しっかり濃い味しますね。そうですね、鹿のこれがお出汁なんですけども、草食動物ですので、うん、野菜のうまみを持ち上げる力がちょっとあるのかなと。続きまして、はい、
オードブルの盛り合わせですね。はい、はい、もう何で食べてるんですか。もう全然何でも箸でも全然大丈夫だと思います。はい、クマ食べてみたい。野生感じますね、やっぱクマは。はい、しっかり食感もねありますし、ただリンゴとの組み合わせとてもいいので、うん、はい、うん、わ、おいしい。続いてのお料理なんですけども、はい、新玉のポタージュでございます。あ、好きですね。一応こちらもですね、はい、鹿のだしコンソメが使ってます。あ、なるほど、はい、うわ甘いっすね。これは今の時期だけの贅沢ですね。ね、すごい、うまっ。やっぱ普通の玉ねぎよりその新玉の方がその丸い甘みですね。そうですね、柔らかい感じですね。うん、美味しい。2リットル飲める。2リットルあります。あります。お願いします。はい、よしやってみようじゃねえか。持ってきたぞ。ちょっとエンジンかかってきたんです。本日のメインのお魚料理ですね、はい、本日は、萩置きの甘鯛の、鱗焼きになっております。でソースの方は、オマールエビを使ったビスクソースになっておりまして、で魚をほぐして一緒にお食べください。あ、もうこれもほぐしちゃっていいですね。はい、ほぐして一緒にお食べいただいて。はい、うん、おいしい。きれいに一つになる。やっぱり山口県ならではですね。うん、東京でも多分ほとんどの甘鯛って実は山口県の萩置きだったりするぐらい甘鯛がすごく盛んなんですけども、うん、おいしいです。ちゃんとおいしいです。いよいよ来ましたね。はい、本日のメイン最後のですね、はい、そうですね。もうこの子はもう今日命を止めてしまった。そうですね、あの人ですから、はい、なので、はい、しっかり食べていただいて、で、まあ、被害も食べて止めると書いて食い止める、うん、という部分もありますし、しっかり食べることで、新しい命に昇華した形で、はい、宮迫さんの中で、活力になっていただけたらなと思います、はい、いただきます。一旦ちょっとお肉だけを一回いただいていってみます、はい、いただきます。信じられないぐらい柔らかいです。これ低温調理ですか。そうですね、1時間半ぐらい。臭みであったり一切ない。むちゃむちゃうまい肉ですね。さあというわけで、はい、いただきました。本当はもう本当に美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。何でしょう、被害がたくさん甚大ですから駆除をしないといけないと思いつつも、自分で作った罠にかかってる鹿を見た時にやっぱりすごい複雑な気持ちにはなってしまったんですよね。そうですよね。でもその駆除をされた後にこうやって食べさせてもらえるという、なんか改めてなんですけど、もう焼肉屋さんやってて、もちろんその害獣とされてる子たちはもう残念ながら仕方がないと思いつつ、本来の家畜である牛豚鶏っていう存在もやっぱり同じ作業をしてみんなの食卓に並んでるわけですから、で もちろんうちの店でも扱ってるわけなんですけど、なんか そこがどっか見たくないというか抜け落ちてる部分もあって、焼肉屋のオーナーとしてなんか改めて、そのもちろん野菜もそうですよ、全部食物連鎖の中に入ってるもの全部そうなんですけど、やっぱりそういう思いとか、もちろん農家さんとかもう家畜を育ててる方々の思いもなんかいろんなものを感じて食べるべきだなって改めて思いましたね。まあ、本来食って、うん、まあ、生きること、食べることって生きることだし、はい、で食べるから生きれるわけだし、
でもそれって全ての命に支えられて僕たちっていうのは生かされてるっていうのが、はい、私たちあの食を通じて最初に学ぶことなんですけども、実は肉を食べたことによっての進化の今の過程だっていうことも、実は学びながらも大人になればそんなこと忘れてしまってですね。そうなんですよね。結果今の食品ロスっていうのがなんか改めてもうちゃんとしようと 思いました。今日ジビエの商品とかを出せるような協力ができたらなとは思ってるので、またあのはい、あのいろいろとあの、はい、ご協力お願いします。いえいえ、こちらこそ本当に、まあ、本当に自然体な流れ、はい、っていうところで、あのそれが今回宮迫さんがすごくあの感じていただけたことは私たちもとても良かったなと思いますし、はい、ぜひこの日本の鳥獣被害のために一石を投じていただけたらなと思います、はい、そうですね、あの命を捨てるんではなく、みんなで命を紡いでいくために食べてあげるという行為をあのするべきだと思いますので、はい、あの何かできたらと思って、ちょっとそれはもうまたご相談させてください。はい、わかりました、はい、というわけで本日は本当に貴重な体験させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。